はいどうも、ダギターチャンネルの山本です。今日は、ウェーブスのシグネチャーシリーズから、トニー・マセラッティとクリス・ロード・アレジのシグネチャーシリーズを比較してみたいと思います。では、行ってみましょう。はい、では今回も一生懸命参考音源をご用意しました。何もかかっていない素の状態のドラムデータを聞いていただきたいんですが、音源はこちら BFD3 です。で、一切こちらの方ではエフェクトはかけてないです。で、少しだけリバーブを後から足してあります。ではまずはドラムのデータを聞いてみてください。はい、ではドラムの各パーツのパラデータにマセラッティだけをかけた状態の音源を聞いてみてください。はい、では次にクリス・ロード・アレジだけを使って設定したドラムデータを聞いてみてください。はい、では次にベースを聴いていただきたいんですが、ベースは実際にベースを弾きました。今回は打ち込みではなく生のベースで弾きました。で、音作りとしては、DI フィックスですね、こちらの DI のシミュレーターとプラグインアライアンスさんのアンペグのアンプシミュレーターをかましてあります。まずはこの状態の音をお聴きください。では先ほどのベースの音源にマセラッティのベースをかけた音源を
聞いてみてください。はい、では次にクリス・ロード・アレジのベースをかけた音源を聞いてみてください。では次にギターパートを聞いてください。ギターは左チャンネルがプラグインアライアンスさんのベースデュード、右チャンネルが同じくプラグインアライアンスさんのフリードマン B100 です。こちらも DI フィックスをかけた状態の音にしています。ですが、マセラッティやクリス・ロード・アレジは今かかってない状態ですので、アンプシミュレーターをかけただけの状態、これを聞いてみてください。はい、ではギターパートにマセラッティをかけた音源を聞いていただきたいんですが、各ギターにマセラッティのギターチャンネル、そして左右のギターをまとめたバストラックにマセラッティのグループチャンネル、これをかけてあります。で、多少ボリュームの問題がありますので、先ほどとミックスのボリュームは変えてあります。では聞いてみてください。では次にクリス・ロード・アレジのギターチャンネルをかけて音作りした方を聞いてみてください。では鍵盤パートを聞いていただきたいんですが、音源は
サンプルタンク4とアートリアのアナログラボを使いました。で、音源側での音作りは多少エフェクトはかけてあります。では、聞いてみてください。はい、では次に各、鍵盤のトラックにマセラッティのハーモニクス、そしてキーボードバスにマセラッティのグループチャンネル、これのキーボード用をかけた音を聞いてみてください。はい、では次にクリスロードアレジをかけたバージョンを聞いていただきたいんですが、今回各鍵盤にクリスロードアレジのアンプラグド、そしてバストラックにもアンプラグドをかけています。これが最適かどうかはちょっとわかんないんですけれども、一応鍵盤の方にはですね、こちらのプラグインをかけてみました。では聞いてみてください。はい、では次にメロディートラックを聴いていただきたいんですが、僕は歌が苦手なものですから、本来ですと歌で、ボーカルを入れる方がいいかなと思ったんですけれども、仕方なくですね、メロディーをトランペットで入れてあります。で、こちらの方は、音源はビッグフィッシュオーディオさんのヴィンテージホーンズを中心に作ってあります。コンタクト音源ですね、こちら。ではそちらを聞いてみてください。まずは何もかかっていない状態です。はい、では次にこのメロディートラックにトニー・マセラッティのボーカル用プラグイン VX1 ですね、こちらをかけた音源を聞いてみてください。
はい、では次にクリス・ロード・アレジのボーカル用プラグイン、これをかけた音源を聞いてみてください。はい、では各音源のバージョンをミックスしました。でマセラッティに関してはグループチャンネル用のプラグインがあってマスターという項目がありますので、最後のマスタリングまでマセラッティでやりました。こちらのエフェクトをほとんどかけてないやつですね。こちらとクリス・ロード・アレジの方はですね、オゾンラインを使って最後はマスタリングしてあります。各音源それぞれ最大ピークはマイナス1デシベルになるようにしてあります。RMS 値もだいたい同じぐらいになるように設定してありますので、そちらの音源を聞き比べてみてください。ここから音量が上がりますので、音量には注意してお聞きください。では、聞いてみてください。はい、では最後に真ん中の8小節を切り出して並べてみました。これで比較しやすいと思うんですが、スター EQ やコンプ、リミッターをかけたこともあってあまり差がないかもしれません。まあ参考程度に聞いてみてください。ではいきます。
はい、いかがだったでしょうか。まあ、最終的にですね、リミッターをかけて音量を上げてしまうとですね、なかなか差が出にくいのかなというところもありますし、まあ僕のミックスの腕の問題もありますので、ちょっと参考になったかどうか怪しいところなんですけれども、でもね、このシグネチャーシリーズ、自分専用のですね、エンジニアさんを雇えるような感じになってますので、ぜひですね、このマセラッティだったり、クリスロードアレジだったりとか、他にもね、いくつか、出てますので、他のエンジニアさんのシグネチャーシリーズも試してみてください。では、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。